120くらいです。いやー、実はツバメスさんから依頼されて始球式を務めることになったんですよね。まあツバメつながりで交流のあるヤクルト戦で投げさせていただくことになりました。野球経験がゼロでですね、まあ正直不安な点もあるので、できる限り投球練習を重ねていきたいなというふうに思ってます。黒崎孝之アナウンサーは元高校球児でバリバリ投げていましたので、黒崎アナウンサーから練習お供してもらおうかなというふうに思ってます。もちろん目指すのはノーバン投球、ノーバンですよ。まあ、これができたら、まあ、ゆくゆくはこう燕市の PR につながると思っていますので、ノーバンを目指して練習重ねたいと思います。頑張ります。どうも。あれ、待って、ちょっと待って、こうして、そして、そうそうそう、あそうなんですよ。あれやりますよ。おいこう、おー、公式ボールって滑るからね、かなり。そうなんです。そう、かなり滑るのよ。あー、すごい、おいいボールだね。本当ですか。嬉しい。いいボール。嬉しい。あー、ちょっとふわっとしちゃうんですよね。いや、届けば多分いいと思う。おーあー、これは届きますよ。ゴーゴーしてゴーゴーしてきた。おーいいはやいいあ、ちょっと早い。いや、めっちゃうまいっすよ、正直びっくりしました。はい、しっかり投げられてますよね。正直多分今まで見た野球女子の中で一番うまいですね。こちら、つばめ市のブースが並んでいまして、オリジナルのタンブラー、そしてずらっと並んでいますのが、スプーン磨き体験です。神宮球場でつばめ市をたくさん感じられます。心拍数が120くらいです。緊張する。
今映像を確認したところ、私はノーバウンドだと思ったんですが、ワンバウンドでした。やっぱりこうあのマウンドでストレート投げるっていうだけで本当にすごいことなんだなというふうに思いました。ただ燕市を思って全力で投げたことには間違いないので、まああの人を見て、あ、燕市 PR 大使の人なんだな、そこから燕のことを知っていただけたら嬉しいなというふうに思いました。悔しい、ただ悔しいです。でも本当に一生で一度の経験ができたことを本当に光栄に思います。怪我なく終えてよかったです。